長いなっていうか、そのパレードから普通のその電車リボルバーツアーっていうか繋がったんで長いなって感じましたけど、兄は年長者だから、うん、もう頑張ってると思います。兄的存在です頼れる。でも兄弟だからそんな頼ってもしょうがないんですけど本当に兄弟の、兄弟であれだけこう一緒の時間で、バンドは20年ですけどね、兄弟はもう何十年と一緒にいる中で、まあ、お互いが我慢して尊重し合って、どっちが弟だか分かんない時はありますけど、もっと気持ち的にコン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 、兄はどこまで行っても兄です。あのまんまです。なるほど。兄らしさは皆さん少し付き合えば分かると思うんですけど、かなり天然です可愛い、可愛いですよ。なんですかねボケもかましい、いろいろ楽しい人です。この T シャツ色が阪神からですかマジですか、阪神だからこれなんですか大阪だからこの色なんですね。大阪で、大阪出身のバルザックというバンド、まあトリビュートでムーンライトという曲をやっていただいたんですけれども、本番より打ち上げの方が覚えてるっていうか、バルザックのメンバーとか面白かったなっていうかこれ見せた方がいいでしょ。みんなそれぞれ本当ムーンライトはカバーしてたんで、全然その10代の時に僕の過去っすよこれ。今日はこれをサインしてもらおうと思ってます。ありがとうございました。楽しかったっすね。うん、すごい楽しかった。お願いします。お願いします。お願いします。そうですね、やっぱり最初のシングルっていうか、ランデブーとかそういうの最初の方は1曲目にやったんですよね。そういうランデブとかは印象に残ってますね。今夜は特別に こっちの、ステージにステージの感じを味わっていただければなと思いますけど、緊張しすぎましたけど、すごい楽しかったよ。本当にありがとうございます。87年のディスやつ。最高だこれ。ほら、ヒロちゃん。もう本当に2007年は、もう本当にずっとドラムを叩いたって印象なんですよね。もうレコーディングツアーみたいな感じで。だから、まあ、久々に2007年は働いたんじゃないですか